Are you ready? レベルクロスダイヤです。はい、今回はですね、これまで2連敗の WWE2K90 のゲーム実況、どんだけ使い回すねんということで、こちらに挑戦してみたいと思います。改めて全面協力してくれてるユークスさんを喜ばすコメントいくぜ。長年にわたって WWE ビデオゲームの頂点に君臨し続ける大人気の WWE シミュレーション傑作シリーズ WWE2K の最新作、リアリティあふれる再現性、そしてアクション満載のゲームプレイの融合と楽しめないわけがない。俺も格闘系大好きだからワクワクするぜ。今回もレオンのエディットプレイヤーを作ってみたんだ。どんなことになってるのか楽しみでしょう。じゃあ早速見てみようか。というわけでどうでしょう、こんな感じになりました。結構似てると思うんだけど、なんか年いったサーファー感が若干出てるかもしれないけど、年齢が上がってきたらこんな感じになるんじゃねえかなって気はするんだけど、どう？意外にこれいけてると思うよ。でもって今回は俺ダイヤとレオンで対戦するぜ。前回はシンジのずるい技で逆転負けしたんだけど、今回は気を引き締めて戦いたいと思います。よし、ゲームスタート。まずは選手入場から。さあ始まりました。まずは俺ダイヤの入場から。いいねいいね、相変わらずかっけえな俺。さあ気合はバッチリです。走り出して、そしてトップロープを飛び越しての前転でのリングイン。内村航平選手のゆか競技みたいだな。美しい。さあ気合はバッチリだね今回は。そして対戦相手レオンの入場。あ、来た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 、レオンっぽいねこの曲も。何なんだろうこのムカつく感じ、パリピ感が半端ないなこのレオン。でもこれ動いてるところ見るとなんかますますレオンにちょっと似てない？薄めで見るとなおさら似てるぜ。煽ってる煽ってる。さあそしていよいよ決戦の時を迎えた、ダイヤ VS レオン。さあ決戦のゴングが鳴った。今回は負けられねえからな。初戦レイジに逆転負け、2回目もシンジに逆転負け、だから俺は今回燃えてるぜ。おあこいつどうや、あーやばい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 。おーっとレオンも対抗してるけどグラップルでの攻防。このグラップルってやつはじゃんけんみたいに何に対しては何が強いとか弱いっていうのがあって、見た目地味だけどゲーム対戦としてはすっげえ面白いよな。ガーッとツッチー、レオンのやつ器用だな。レオンのやつ生意気にも観客に向かってタウントしてやがる。持ち上げてダイヤ反撃、エラープレースピン、ダッシャー脊椎にエルボー。よーし今度は俺がタウントしてやるぜ。イエーイ。そしてもう一回投げ飛ばして蹴ってからのスモールパッケージフォールド。これ油断した俺。待って、あぶねえ、カウント 2.5 あぶねえ。これ実は WWE19 の新要素ペイバックなんだよな。レオンの発動したポッサムはダウンしたふりをしながら相手にピンや反撃するチャンスを狙うっていうアビリティなんだって。うん、あーくそーやっべえなこれ。おーっといってこれダメージでかいぞ。うわーなんかムカつくレオン。よっしゃーダイヤの反撃、よーしロープに飛んでジャンピングエルボー。よしよしよし、立て立てレオン、ほら立て立てレオン、えい、さあバックを取って隙をついてレボリューションに。いいねいいね、流れがいいよ。さあこっからダイヤ何を狙ってるのか、必殺スープヤが炸裂。よーし、ダイヤフィニッシュ。これはいったっしょ。うわーっと、レオンのやつまだ体力残ってやがんな、くそ。うい、嘘。おーっと、レオンが反撃、嘘でしょ。あー、うおっす。あれれ、なんかおかしくねえか、デジャブ。お、あれ、これさっき俺がレオンにかけたよな。ダメダメダメ。え、あ、これもさっきやったやつ、俺が。
え、さっきから俺が仕掛けた攻撃のオンパレードじゃね。これも WWE19 の新要素であるペイバック。レオンの発動したムーブシーフは一定時間相手の技を真似することができるアビリティなんだって。レオンのやつは器用だからさ、対戦相手の攻撃も真似することができんだな。おっと、ダンシングレッグドロップ、ダイヤ危ない。クソ、負けて止まるか。よし、ここで溜まったアビリティメーターを全て消費してレシリエンシーを発動だ。うわー、よっしゃー、さあ行くぞ。いやドリアン、もう一丁、よっしゃー、レオン立て立て、かかってこい。よし、ほら立てよ、いるぞ。そしてここで出たレボリューションに、今度こそ決めてやる。いくぞスーピア、ワン、ツー、スリー、あー、ウィナーダイヤー。どうだ、これが俺の本気だ、わかったか。はい、というわけで今回のゲーム実況いかがでしたでしょうか。レイジ、そしてシンジと2連敗してたんで本当嬉しい。次回はそうだな、レイジとシンジとかレオンとレイジとか戦わせてみようかな。うん、楽しみにしててくれ。このチャンネルの動画で俺にどんなことをやってほしいかコメント欄にどしどし書いてくれ。あ、いや、控えめに書いてほしいかな。 ARP を広げようぜ。チャンネル登録よろしく。惚れさせてやんぜ。